ヤミレ・アルダマポゾは女子陸上競技選手。三段飛べを専門とし、2012年以降、イギリス代表として活動するが、以前はキューバ代表及びスーダン代表を務めた。アルダマはキューバハバナに生まれ、当初生誕国のキューバを代表して、競技をしてきた。小学校時代の12歳で陸上競技を始めた頃は、総高トびと七種競技に出場していたが、 1994年から3段、戸部に挑戦し2年後の1996年、アトランタオリンピックには3段戸部で、キューバ代表に選ばれた。結局負傷により、オリンピックに出場することは叶わなかったが、翌1997年に出場した、世界室内選手権では6位に入賞した。キューバ代表として、世界レベルの大会でメダルを獲得したのは、 二年後の1999年にスペインのセビリアで開かれた世界選手権で獲得した銀メダルが唯一である。翌年のシドニーオリンピックでは4位に入賞した。2001年、アルダマはスコットランド人のテレビプロデューサーアンドリュー・ドッツと結婚し、イギリスへ引っ越した。結婚に続き、アルダマはイギリスの市民権の申請を行った。しかしその直後、 夫が4000万ポンド相当のヘロインの闇取引により15年の刑を言い渡された。アルダマ自身はこの取引に関与しておらず、夫と共にイギリスに留まることを決意した。結婚以前に、アルダマはイギリスへの居住経験がなかったので、イギリスのパスポートを取得するためには、最低3年間イギリスに住む必要があった。アルダマは2004年アテネオリンピックに、 イギリス代表として出場する決意を表明し、デビット・ムーアクロフトが支持した。このため、2003年の世界選手権には出場しなかった。ところが2004年になって、イギリスのパスポート発給機関は、アルダマのパスポート発行を拒否した。アルダマが2001年11月に、イギリスへ移ったことから、オリンピック終了後の2004年11月までは、 パスポートの発行対象とならないと判断したのである。そこでアルダマはオリンピックに出場するために新しい国を探し始め、スペイン、イタリア、チェコからの申し出を受けた後、スーダンを選択した。2004年1月23日にスーダンの市民権を取得した後、スーダン代表としてオリンピックに出場、5位に入賞した。同年中に15メートル28をマークして3段。 トベの数段記録を塗り替えた。2005年の世界選手権では4位。2007年と2009年の世界選手権は予選落ち。北京オリンピックも記録なしで予選落ちした。イギリスに移住してほぼ10年が経過し、2010年2月5日にようやくイギリスの市民権を得た。1年後の世界選手権には晴れてイギリス代表として出場し、5位に入賞した。 2012年3月9日39歳の時にアルダマはトルコイスタンブールで開かれた世界室内選手権に出場優勝した。これは歴代2位の年長記録である。40歳になる5ヶ月前にアルダマはマスターズ W35 の記録を2度更新した。2012年10月にイギリス陸上競技ライター協会賞のインスピレーション賞を受賞した。 また、イギリス年間最優秀陸上競技選手の投票で、ジェシカ・エニス、クリスティーン・ウォールグーに次ぐ3番となった。2013年1月、アルダマは2014年コモンウェルス・ゲームズのスコットランド代表を目指すことを決めた。もしこれが実現すれば、史上初の4カ国の代表を経験する選手となるはずだった。だが、最終的には、イングランド代表での出場となった。 ありがとうございます。